矢沢永吉と坂本龍一、若い頃の衝撃エピソードがヤバすぎる。矢沢永吉さんは日本を代表するカリスマロックミュージシャンです。現在も精力的に音楽活動を行っており、楽曲のみならずその生き方や言動が多くの人を魅了し続けています。坂本龍一さんは1978年に YMO として世界的に成功を収め、映画音楽の分野でも活躍、音楽家としての才能が世界で高く評価されています。今回は多くのアーティストに多大なる影響を与えた2人の若い頃の衝撃エピソードについて見ていきます。2人の関係。矢沢永吉さんは1949年生まれ、広島県の出身です。中学時代にビートルズを聴いてロックに目覚め、高校卒業後上京、横浜で下積み時代を過ごします。1972年にロックバンドキャロルを結成。フォークソングが大流行していた時代に突如現れた彼らは若者を中心に人気を博しました。1975年にバンドが解散すると、以降はソロ歌手としてライブを中心に活動します。坂本龍一さんは矢沢さんより3歳年下の1952年生まれ、東京都の出身です。幼い頃からクラシックをはじめ様々な音楽に親しみ、東京芸術大学在学中の1975年からスタジオミュージシャンとしての活動を始めました。2人は1978年、資生堂の夏のキャンペーンソングとしてリリースされた時間よ止まれのレコーディングで出会いました。参加ミュージシャンは豪華なメンバーが揃い、坂本さんはここで出会ったドラムの高橋幸宏さんと意気投合し、同年細野晴臣さんと共に YMO を結成したのでした。昔の衝撃エピソード。矢沢さんはキャロル時代、サディスティックミカバンドと合同でツアーを行った際、彼らのアレンジの深さに感銘を受けたのだそうです。その後バンドが解散し、メンバーのうちの4人で新たにサディスティックスが結成されると、矢沢さんは彼らをバックバンドに起用し、共に活動するようになりました。1978年、矢沢さんの時間よ止まれのレコーディングには、サディスティックスからドラムの高橋幸宏さん、ベースの後藤嗣俊さんの2人が参加しました。他にもパーカッションに斉藤信さん、アコースティックギターにノーバディの木原俊夫さん、ギターに同じくノーバディの相沢幸雄さんといったそうそうたるメンバーの中で、キーボードに起用されたのが坂本龍一さんだったのです。矢沢さん曰く、坂本龍一は誰に紹介されたのか覚えていないとのことですが、メンバーの誰かから鍵盤をやらせたら、なかなかいいやつがいるよと紹介を受けたのが出会いのきっかけだったそうです。矢沢さんはすぐに坂本さんが好きになり、またレコーディングやろうねと声をかけたのだとか。坂本さんはそんな矢沢さんを見て、この人にエネルギーを全部吸い取られるんじゃないかと思ったそうです。それだけ矢沢さんの持つパワーがすごかったということでしょう。レコーディング中、楽譜を見ながら弾く坂本さんに対し、矢沢さんが怒って譜面を投げたなどという噂もありますが、真相は分かりません。坂本さん曰く、矢沢さんは勘とかイメージを大切にする方だそうです。ピアノをどのように弾いてほしいということは的確に言葉で表現するのが難しく、いろいろな言葉を使って伝えようとするため、坂本さんはそれを言葉ではなく音で返すことの繰り返しだったとか。時間のかかる大変な作業ながら、必ず完成させるまで持っていくのはすごいと語っていました。坂本さんは1978年に YMO としてデビューし、すぐにワールドツアーを行うなど世界から注目されますが、当の本人はこの頃はまだバイト感覚だったと語っています。2枚目のアルバム「ソリッド・ステート・サバイバー」が爆発的に売れた時、たまたま矢沢さんに会い、お前年収いくらだ、キーボード何台持っているんだと絡まれたと笑顔で振り返る坂本さんでしたが、この時初めて、もう社会が認めてしまっているのだから観念した方がいいと目覚めたのだそうです。昔の2人の写真。キャロル時代の矢沢さんです。バイクにまたがる姿がとてもかっこいいですね。ソロデビューした頃の矢沢さんです。この頃から現在に至るまでライブを活動の中心にしています。30代後半の坂本さんです。少し柔らかい笑顔がとっても素敵です。1981年頃の坂本さんです。シンセサイザーを弾く姿がかっこいいですね。
1982年、忌野清志郎さんとのコラボで話題となった、いけないルージュマジックのジャケットです。過激なビジュアルや演出でも注目されました。まとめ、矢沢永吉さんは、日本を代表するカリスマロックミュージシャンです。楽曲のみならず、その生き方や言動が多くの人の人生に影響を与えています。坂本龍一さんは、世界でその才能を高く評価される音楽家で、映画音楽の分野でも活躍し、数々の名誉ある賞に輝いています。1978年にリリースされた矢沢さんの楽曲、時間よ止まれのレコーディングの際、キーボードを担当したのが坂本さんでした。坂本さんは矢沢さんのパワーを目の当たりにして、この人にエネルギーを全部吸い取られるんじゃないかと思ったそうです。